条の会アピール。日本国憲法は今大きな試練にさらされています。広島長崎の原爆に至る残虐な兵器によって5000万を超える人命を奪った第二次世界大戦。この戦争から世界の市民は国際紛争の解決のためであっても武力を使うことを選択肢にすべきではないという教訓を導き出しました。侵略戦争をし続けることでこの戦争に多大な責任を負った日本は戦争放棄と戦力を持たないことを規定した9条を含む憲法を制定し、こうした世界の市民の意思を実現しようと決心しました。しかるに、憲法制定から半世紀以上を経た今、9条を中心に日本国憲法を改正しようとする動きが、かつてない規模と強さで台頭しています。その意図は、日本をアメリカに従って戦争をする国に変えるところにあります。そのために集団的自衛権の容認、自衛隊の海外派兵と武力の行使など、憲法上の拘束を実際上破ってきています。また、非核三原則や武器輸出の禁止などの重要施策をなきものにしようとしています。そして、子どもたちを戦争する国を担うものにするために、教育基本法をも変えようとしています。これは、日本国憲法が実現しようとしてきた武力によらない紛争解決を目指す国の在り方を根本的に転換し、軍事優先の国家へ向かう道を歩むものです。私たちはこの転換を許すことはできません。アメリカのイラク攻撃と占領の泥沼状態は、紛争の武力による解決がいかに非現実的であるかを日々明らかにしています。何より武力の行使は、その国と地域の民衆の生活と幸福を奪うことでしかありません。1990年代以降の地域紛争への大国による軍事介入も、紛争の有効な解決にはつながりませんでした。だからこそ、東南アジアやヨーロッパなどでは、紛争を外交と話し合いによって解決するための地域的枠組みを作る努力が強められています。20世紀の教訓を踏まえ、21世紀の進路が問われている今、改めて憲法9条を外交の基本に据えることの大切さがはっきりしてきています。相手国が歓迎しない自衛隊の派兵を国際貢献などというのは思い上がりでしかありません。憲法9条に基づき、アジアをはじめとする諸国民との友好と協力関係を発展させ、アメリカとの軍事同盟だけを優先する外交を転換し、世界の歴史の流れに自主性を発揮して現実的に関わっていくことが求められています。憲法9条を持つこの国だからこそ、相手国の立場を尊重した平和的外交と経済、文化、科学技術などの面からの協力ができるのです。私たちは平和を求める世界の市民と手をつなぐために、改めて憲法9条を激動する世界に輝かせたいと考えます。そのためには、この国の主権者である国民一人一人が9条を持つ日本国憲法を
自分のものとして選び直し、日々行使していくことが必要です。それは、国の未来のあり方に対する主権者の責任です。日本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、改憲の企てを阻むため、一人一人ができるあらゆる努力を今すぐ始めることを訴えます。2004年6月10日、井上久志、梅原武、大江健三郎、奥平康弘、小田誠、加藤修一、沢地久恵、鶴見俊介、三木睦子。